はい、皆さんこんにちは。今回はね、ワンピースカード買ってきたんで開けていきます。500年後の未来と2つの伝説、これがね再販されて8パック購入制限で売ってました。ワンピースカード久しぶりに開けるんで、何が出てくるのかちょっと楽しみですね。それではね、開けていきましょう。1パック目、コミパラ出たらやばいよ。スネーク、あ、なんか見えてるね、もうすでに。スネークダンス、スパンダム、ビンスモークサンジ、アラディン、サロメ、そしてなんだ、せーの、ドーン！SR か！スチューシーって言うんだね。じゃあ、2パック目。あ、また SR っぽいね。カポーティ、ニョガジマ、ウソップ、ベガフォース、ニコロビン、そしてボアハンコックの SR。SR 2連続だね。いいじゃん。3パック目。さすがにもう SR ないでしょ。バスカビル、ビンスモークサンジ、ステリー、ブルージャム、ニコロビン、アインだね。4パック目。エドワード・ウィーブル、エジソン、カリファ、ビンスモークサンジ、糸ミミズ、そしてマーガレットです。じゃあ5パック目。パッパグ？こんなんいるんだ。マッハ、ボア・マリーゴールド、エッグヘッド、ハットリ、おたまだ。じゃあ6パック目。チョッパー、レイジュ、バーサンダーソニア、ピタゴラス、世界最大の頭脳を持つ男、そしてフランキーだ。7パック目。最初の2枚だけだったね。ノロノロビームソード、ボアマリーゴールド、トンジット、モンキー・ディ・ルフィ、ノロノロモロンビーム、フィッシャー・タイガーだね。では500年後の未来ラストです。パラレルなかったね。もうダメだろうね、これも。はい、スネークダンス、ドグラ、ダイス、ヨセフ、ボアハンコック、そしてカリーダダン。ということでね、最初の2パックの SR だけでしたね。それじゃあ2つの伝説、こっちからパラレル出しましょう。1パック目、頼むよパラレル。アペラウンドラ、バーンバズーカ、宮城、卵男爵、S シャーク、佐々木だね。2パック目、ジョバンニ、スイートピー、ウルティ、バーンバズーカ、死ぬほど美味しい、そしてチョッパーの SR だ。いいね、チョッパー。なんとなくチョッパー絵が違うね。じゃあ3パック目、人の夢は終わらねえ、卵男爵、宮城、カルガラ、ミルキ、そしてブラックマリアの SR です。 SR 2枚目ですね。なんか500年後と同じ感じで出てきてるね。じゃあ4パック目、パラレルじゃないんじゃないのこれ。シャーロット・ペロス・ペロ、ロディ、エックス・ドレーク、カスタード、シャーロット・プリン、そしてシャーロット・プリン。えらいシャーロット来たね。5パック目。1枚はパラレル見たいよね。ハムレット、ムッシュール、スピード・ジル、ガルチュ、ハイキング・ベア、そしてドクター・クレハです。6パック目。頼まーす。わー、あ、なんかちょっと熱い。でもこれ SR? 何かわからんけど、ちょっと見ていきましょう。ネギグママリア、シャーロットクラッカー、トリスタン、ナミュール、サウスバード、次だね。ただね、SR なのかな?ちょっと見ていきます。せーの、ドーン!涙!ただの SR ですね。
残念。じゃあ7パック目 SR3 枚出てきたけど、あれるないね、マジで。キャンディメイデン、ニトロ、ペコムズ、シャーロットスムージー、デュバル、ドクターヒルクック、ヒルルクか。いやー、ラストです。こっからパラレル出てこなかったらちょっと悲しい。1枚ぐらいいけるかなって思ったんだけどね、さすがに。あ、もうダメじゃん、見えてるし。ジンラミ、チェス、モビリック号、アトモス、アルベル、ペドロで終わりです。ということで16パックで SR が5枚出てきたんで、まあまあいい感じなんだけど、パラレルはね1枚も出てきませんでした。引き弱いなマジで。まあ選べなかったからね、自分で。ということでワンピースカードも結構再販されてるみたいなんで、皆さんもねぜひ気になる人はチェックしてみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。